続いて渡辺と共演。めっちゃ砕けてください。最初砕けます、うん、あの人としてあのすごい下水子、自分の中で考えるまあ今こんなにカメラ回ってるからちょっと下水子、あなたは下水子すごい下水、うん、ギャルみたいな、ギャルっていうわけじゃないけど、多分下水が分かんない、うん、あのこの子さ結構何でもかんでもすごい直球じゃない？はい、これほら足臭かった、口きついよねって、こんなことをさまあさらっと普段言えちゃう子だから、そこが立つようなキャラクター、わかる？難しい、うん、はい、じゃあやっていきますよ。はい、じゃあいきます、よーい、はい、はあ疲れた、あどっか行く？あもう授業ないよね。うん、どうした、暗くない？別にそんなことないよ。めっちゃ暗いじゃん、何言ってよ。実はね。お、来た来た、うん、宮原先輩に告られた。マジ？やったじゃん、なお。もちろん OK でしょ。悩んでる。なんで？先輩だよ、断る理由ないじゃん。だって何？実は先輩足臭かった？あ、もしかして口？あー口はねきついよね、ちょっとあのキスできないし無理無理。リカ好きなんでしょ？え？先輩のこと。何言ってんの？バカじゃないの？そんなわけないじゃん。何それ、私そんなこと言った？わかる、ずっと一緒にいんだよ、それぐらいわかるよ。だから悩んでんの？バカみたい。あ、先輩ナオミ校庭で待たせてますんで、すぐ来てください。わかりました？じゃあそういうことだから帰るね。じゃあリカごめんね。はい。めっちゃゲス。めっちゃゲス。こうして金村のオーディションが終了。一番コンセプトの金村さんが今日やってて、はい、どうでした？まさか今日ここに来てあの演技をやるとは思ってもなくて。あの本当に一からこの台本をもらっての演技だったんですけど、あのちょっと何でしょう、あの演技の難しさっていうのをすごい思い知らされて、あの何でしょう、やっぱそのセリフを間違えないとかそういう根本的なものだけじゃなくて、あの動きとかあの口調とかあの表情とかそういうところも気にしながらやらなきゃいけないんだなっていうことを学びました。まあ先ほど見た感じだと、あの渡辺美穂ちゃんみたいにあのこう大きな動きをこう躊躇しないでできるところがすごい尊敬できました今日。すごい人持ち上げたんかよ。でもあそうですね。でもあのすごいいい経験をさせていただいて、今日は本当にあのありがとうございましたという気持ちでいっぱいです。あ、はい、本日のところはじゃあ本日はこれで終了です。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。果たしてオーディションを勝ち抜きドラマリマインドに出演する2期メンバーは誰なのか、合格者は第1話で明らかに。